ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、あのねるねさん、ねるねさんいつもありがとうございます。ありがとうございます。ねるねさんが別にやってくれって言ったわけじゃないんですけども、うんうん、勝手に私は2と2か6かで迷ってるって一文があったんですね。でもしかしたらねるねさん以外にも2なのかな6なのかなっていう人は多いと思うんですね。うん、あ、多分確かあの6の人と8の人が揉めてるっていうのが、6の人と8の人が揉めてて、はい、2の人がこの人たちを何とかしたいって言ったのを見て、あ、私もそう思ったから2かもしれないっていうのがきっかけで、なるほど、で2か6か迷ってるって。なるほど、うん、でそんな人が出るかを予言したかのように、うん、ドン・リチャード・リソさんがこの性格タイプの分析の中で、うん、まあ、この5人についてですね、うん、タイプ2とタイプ6、うん、この5人は、うん、タイプ2が、うん、タイプ2の人が、うん、自分をタイプ6と診断することで生じるというふうに、うんうん、逆はない6が2はない、なりにくいって話だとあなた2ですって話になる。うん、タイプ6のとこ見ると、うん、これを参照と書いてあります、うん、ってことは2の人が6だってなったら結論としてはあなたは2ですっていうことなのかもしれないんですけども、はい、まあ解説としては、はい、このタイプ2の描写が、うん、あまりにも情緒的に動揺していると感じるのであろうと。タイプ2のところで書いてあるお話として、うん、タイプ2の描写が情緒的に動揺していると感じるから、うん、これじゃないのかなって思うのかなっていうことですね。どちらのタイプも温かく愛想がいい、他人から好かれたがるっていうのがあるんですけども、タイプ6は他人の承認と保護を受けたがるのに対して、タイプ2は他人から愛され、他人にとって重要な存在でありたがる。どちらも他人に取り入るように振る舞うんだけれども、その際タイプ6ははしゃいでバカなことをしたり、自分が情緒的保護的な反応を引き出したいと思っている相手をからかったりじらしたりする、うん、なんで私が結構、分かる、はしゃいでやってるような感じなのはそういったのが出てるのかなって自分ではそうやって思ってます。で通常のタイプにも他人に取り入ろうとするんですけれども、それとない優越的な立場からのことが多いよと、彼らは心が温かで優しいんだけれども、自分は愛情や友情や承認や助言を与えてやっている、承認を受けたがるのか、与えてやっている、与えてる側なのか、はい、っていう含みが感じられると、その自分から相手に求めているのではないってには感じている、でタイプには自分の配慮で他人が嬉しがると感じている、それに対しタイプ6は他人が示す関心は可愛いとは感じていても、お世辞を言っているという感じはあまりない、これはどういう意味なんでしょうね。どういう意味ですかね。タイプ2は自分の配慮で他人が当然嬉しがると考える、当然嬉しがることによってみんなが喜ぶだろうと思っている、それに対してタイプ6は他人に示す関心は、可愛いとは感じてもお世辞を言っているという感じはあまりない。やっぱこの英訳の文だとね、ちょっと日本語的に分からない部分は出てきますよ、ただ私は、その自分が何かをやった時に他人が当然嬉しがるとは一切感じません。多分逆にやってあげることが迷惑になることもあるかもしれない、そうだからやめとこうなんですよね。結構そのなんかあの6の人は人にこうディスってるわけじゃないですよ
どうぞ。あの人に、はいはいはい、取り入るためにこういろいろやったりするわけです、うん、そうですね。なのでこうそれがこう役に立つかどうかをちゃんと見てると思うんですよね、うん、だから状況を見て全て私がやったことが嬉しがるとは絶対思いません、うんうん、はい。で2の人っていうのはこうやってあげることが重要だ。でそれが当然みんなが嬉しがると思って、うん、やってもらえればみんな嬉しいはずだってっていう感覚、うん、今感覚この結構ねむずさんがどっちを思っているかですよね。だから僕的にはね、あの母親、はい、母親って子供に対して愛情を注ぐじゃないですか、はい、でそれは子供がこう喜ぶだろうとかっていうのはそんなに考えないじゃないですか。はい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 、この子はもしかしたら迷惑かもしれないとか。ああもちろんそうですね。考えないじゃないですか。お母さん思わないでそんなこと。っていうこうもうとにかくやってあげる。なるほど。でその子供からなんかこう子供に守ってもらおうとかも思わないじゃないですか。うん。で6は逆にこう守ってもらうとか自分の立場を強くするためにこう人にこういろいろやったりとか。うん、まあ、将来。うんのつながりとかを考えてかもしれないですね。この人とつながっておくといいことがあるかもしれないみたいなことを考えてこう優しくしたりとか、はいはい、っていうところの違いだと思うんですよね。でどちらのタイプも感情的で、うんうん、ユング、ユング、心理、うん、なんて言うんでしょう、ユングいますよね。ユング、はい、ユングアドラー、うんうん、バカですいません。はい、ユング三大なんとかの、うん、ユングのタイプで言うと、うん、感情タイプに相当しますと、うん、タイプ2は外向型感情タイプ、うん、タイプ6は内向型感情タイプですと、うん、タイプ2は自分の心の内をみんなに分からせる、うん、大っぴらに親切、うん、で、うん、自分が他人に対してどう感じているかを見せつける、うんうん、これちょっと分かります、うんうん、6が2が2が、うん、要は大っぴらに親切、うんうん、で上げてるって分かりやすい、分かりやすい、分かりやすい人、うん、外交的感情タイプ、うんうん、で対してタイプ6というのは内向的感情タイプ、うん、しばしば自分の中に矛盾したものを抱えており、うん、他人に曖昧ではっきりしない感情を送ることが多い、うんうん、よく分かりにくいって言われます、うん、告白した時に、うん、そうだったの好きだとは全く感じなかった、うんうん、みたいなことをよく言われたことがあります。もともとの動画、はい、6と8が揉めてるじゃないですか、はい、でそれを見て2の人が私が何とかしなきゃみたいなコメントがあって、はい、でそれを見てこの人はこうねるねさんが2か自分も2かもしれないって思ったわけじゃないですか、はいはい、その2等兵が、はい、6の人と8の人が揉めてるのを見たときにどう感じます、はい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 、なるほど、うん、いやちょっと上の立場なんですよね。ちょっと上の立場とちょっと上の立場っていうか、まあ、第三者として、はい、当事者として。でもいやでも上の立場だって言ってましたもんね。あその2の人は、ね、2の人はでもねるねさんは全く別じゃないですか、はい、ああなるほど。そうなのでこう揉めてる2人がいて同僚で、はい、6と8が揉めてる、はい、のその様子を見て感じたのはまあ8だとしょうがないよねってしょうがないよねで、でもう、うん、6の気持ちが分かりすぎて、うん、ここを何とかしようなんて思わないんです、うん、なんでねずねさん本当に、うん、もしかしたら2かもしれない、うんうんうん、っていうのは、うん、何とかしなきゃと思ったんですよね、うんうんうん、そうそうそう、その辺が多分2っぽいんですよね。ちょっとっで僕だとすると、うん、もう8ってそうだよね6の人、うんうん、君の気持ち分かるようなんですよ、うんうん、もうそれはその例えばその場にいたとしたら、はい、6の人にこう分かるよってあでその場にいたとすると、うん、それは多分上の立場だ、うん、とすると、うんうんまあ、8にもものが言える、うんうん、ということであれば、うんうん、今はエニアグラムの知識を知っているので、うんうん、その2の、うんうん、興味さんに言ったみたいに、うん、あのいやなんか君をお前みたいに強いやついないからさ、うんうんうん、っていうやり方はすると思うんですけども、うんうん、このねるねさんと同じ立場、うん、通りすがりのもので、
あれを見た時に思うのは、うんうん、やっぱ6と肩を組むんですね。6だから、うん、6だから6の気持ちが分かる、うん、8ってきついよね、うんうん、分かるよって、お前大変だよなみたいな、だとすると本当にここに書いてあった通り、うん、タイプ2が6だと思うっていうのは、うん、もしかしたらあるのかもしれない、うんうんあのねるねさんはとても親切な人、親切な人、プライドが高い人、もうやってあげる母親だと、はい、っていうことなのかもしれません、うん、いいですか、まだすいません。でどちらのタイプも、うん、ユングの感情機能を共有しているばかりではなく、幼児期の原点によれば、うん、父親に対する特定の思考を持っていますと、うんうんうん、タイプ2は父親に対し愛憎を半ばする感情の結果として、うんうん、要はまあ父親の代わりにみんなに愛を注ぐっていうふうになるんですけども、タイプ6は父親と肯定的な関係を持つと、うんうん、父親に守ってもらいたい、そう、まあ、父親を認めている、うん、なんで父親に認めてもらいたいっていうことですかね。なんでそのもしその通りなら、タイプ2の父親は子供に、もしお前が他人のために何かしてやれば世界はお前に報いてくれるっていう教えをするが、タイプ6の場合は父親は子供に、もしお前が上旬で義務を果たしていれば世界はお前を守ってくれると教えたと。でしかし子供は良い保護者、本当に自分の面倒を見てくれる人を見つけなければならない、うん、なんでタイプ6の場合は親を見つけなければならないと感じるっていうふうに書いてあります。なんでそのタイプ6は意識の上で不安やためらいや疑いに悩まされる。ただまあ逆にタイプ2の場合も時には不安になるが、しかし彼らは優柔不断でなく、占いに悩まされることもないし、うん、答えを求めて権威的な人物に相談することもないと、うん、楽観タイプですからね。そうですね。あとは、まあ、うぬぼれが強くなっていくと、まあ、自分の勢力範囲内で自分自身を権威的人物に仕立て上げる、まあ、8ともつながってますから、うんうん、はい、なんで、まあ、ここに書いてあった通りその、うん、通りすがりのあのやり取りを見て、うんうん、2かもって思ったねるねさんは、私もなんとかしたいって思ってたとすると、ここに書いてあった通り、うん、2かもしれない、2が自分を6と思うことで、そういった起きた勘違い、うんうん、なんでねるねさんは2かもしれないっていうことですかね。そうだって私はあれを見て、うんうん、そうタイプ6と肩を組みましたけども、うん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 、なんとかしようとは思わない。8は何ともならないと思っている何ともできないからできないと思っている。はい、最初あれ見た時何か感じました。僕も何とも、僕は何とも思わないもともと全てを何とも思わない、何とも思わないし、何とかしなきゃと思う。多分僕の場合は助けを求められれば何とかしたいと思う。なるほど。頼ってこられると何とかしたいと思うけ ど頼ってこなければ別にそれぞれが自分で解決したらなんでという感じですね。もしか、うん、動画を見てくださってる方が、はい、タイプ2か、うん、タイプ6か、うん、で迷っているんだとすると、うん、この本で書いてあったのは、うん、2が6と誤認してますってっていうことですね。はい、っていうところで一度もう一回2の部分を見直すと、ご自身のことが書いてあるのかもしれません。そうですね。はい、はい、いかがでしたでしょうか。いかがでしたかありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。